さあ皆さんこんばんは、ケンケンです。今回もマインクラフト、参加型マインクラフトをやっていこうと思います。ちょっとねスキン変えてみました。このままじゃちょっとわかんねえか。ちょっとよくわからないスキンになったんですけど、ちょっと変なやつに侵食されていく人みたいになってる。体スケルトンだし、手とスケルトンだしっていう感じで、城作りしてたんですけど、まあ一応外装の部分こっちから見て、外壁かなのところはね、ある程度やっちゃった。今、あそこ作りの途中だったか。ちょっとあそこ続きやってから、城の方を本格的に行こうかなと。ちょっとね、参加概要を貼っとくわ。貼り付け。まったりスローライフ。人のものは人のもの、自分のものは自分のもの。畑やアイテム、家など、個人のものは触らないでね。そこが重たい。あと、以下省略。ワンチャーの。以下省略。パソコンがちーと重たい気がする。これを作っていって、もうちょっと作ろうかな。で、いいか、とりあえず、ああ、ちょっと待って、階段ブロックも欲しい。ちょ、パソコンが。ああ、キクシーさんですね。こんばんはです。城もね、いい感じにできてきたんではないかと。できてきたんではないことって。結構外装が楽しい。外装で一番外がね、楽しいわ。これだけでちょっと満足感。満足感。うん。結構いい出来栄えじゃないかなーって、この、外側が。よいしょ。登れね。値引き用のゾンビちゃんピースになって消えちゃいました。半額点、半額点。ごめんなさい、ピースにして。ちょっと、誰も入ってなかったし、建築するのはめんどくさいなと思って、ピースにしちゃいました。ということで、ちょっと、まあ今更ですけど、そうか、ピースにしたら消えるんだよなぁ。こんな感じですね、今。お城は。お城っていうか、城にもまだなりきれてない最初の部分なんですけど、ここの外壁をね、どこまで伸ばすかって、ね、大丈夫ですよ、わら。ありがとうございます。ここのね、こっちから向こうに向かっている外壁をどこまで伸ばすかっていうのが問題なんだよね。伸ばす、城ぐるーって一周囲むように伸ばすか。最終的にはね、城を作った後よ、それは。うん。城を作った後に外周は伸ばす。どの規模の城が作れるかどうかはまだ、予定は未定なので。結構いい感じなんじゃないかな。屋根とかはめっちゃ頑張ったような気がしない。残り3人の準備できたから、またハードお願いするかもです。はい、了解です。その時はどうぞ言ってくださいね。この屋根のね、裏打ちをね、どうやってやろうかなーって考えて、
一回白樺の木でやってなんかすごい浮いてたので、クォーツブロックでいきました。結構それっぽい感じになったんじゃないかと。で、こっち側はちょっとあんまりでブかラッくしクたスくトーなンかっ内た装のいいで。ですよね。ああ、そうなのよ。これね、ブラックストーンじゃなくて、ディープストーンでいったんだよね、今回。いいですね。ディープストーン。ディープストーンのもね、割といい。でね、ブラックストーン、取りすぎた。は、これなんだよ。こっちがブラックストーン使ってやったんですけど、ちょっとザラザラ感があるのかなと、あとちょっと黒いっていうのかな。黒っぽい。こっちもね、これで割といいんではないかなと思ったんですけど、行き過ぎた。ディープストーンにしてみてね、こっち側を。ディープストーン割といいんじゃないかなって。ディープストーンがなんかなおのこと瓦っぽく見えるっていうふうに思いました。ちょっと色がね、その暗すぎないっていうんかな。私に家も外観ちょっと進みました。ああ、見ました見ました。屋なるほど。上。お、あ、屋上ね。なんか、サンゴが生えてた。屋上サンゴが生えてた。なんか変わったなと思って。よいしょ。こう空飛んでなんか見てみた。あ、それ以外のところもちゃんと綺麗に変わってたわ。ね、ランタンが綺麗。いいな、このモダンな家。まだこれ俺見つけてないんだよな。ほんの気持ち。これは、あれなのかな？どうなのかな？いいな、いいな。この、フェンスを使った、あ、食べ物がない。フェンスを使った木っていうのは結構有名だよね。なんか、原木を使ってしまうとだいぶごつくなるから、この細い木を使ってっていう感じですよね。お、熱帯魚下にいるんだ。え、すごい、滝登りしてる。滝登りしてる。ああ、ここ、魚登るんだ。落ちてるけど。登りきれねえけど。面白い、面白い。わ、エンドラの顔がある。どうしても下に行っちゃう、わら。ですよね、ですよね。流れには逆らえないんだよ。流れには逆らえない。 あ、ちょっとね、気分転換にスキーもちょっと変えてみました。よっと。気分転換にスキンの変更。羽がちょっとエンダードラゴンっぽくなった。顔がなんか 侵食されていってる。体はもう侵食されきってるわ。 ちょっと遊び半分で。食い物ピースにしてたら体力減らないからね。食い物は入れなかったんだけど。食い物、食い物。スキン変わっても上半身だけのスティーブに見えちゃうのよね、わら。
マジっすか。何なんだろうね。その人の設定かな？わかんないけど、スティーブに見えてしまうのって。で、ここをどうしようかなと。これはこれでいいか。交易所の3人別の職人にしたけどよかったです。ああ、大丈夫、大丈夫。全然それは。お任せいたしますので。どうしよっかな、ここ。これ以上先に作っても意味ない気がするけど。ここ狩るか。剣がいいな、剣が。そんな強い敵来ねえし。レンガも交換してくれるから粘土集めなくてよくなりますよの。おお、いいね。今のところレンガの使い道が俺はないんですけど。ねえ、レンガ、粘土集めるの大変だもんね。何かしら。なんか、レンガほど効率の悪い建材はないじゃないかなーってずっと思ってた。だよね。粘土掘って焼いてレンガブロックっていうかな、レンガを作って、でそれをさらにクラフトしてレンガブロック、あそこでやっとしてレンガブロックかにして、で、やっと1個のレンガブロックができるこんばんは。最か。近サーバーに参加できてませんでしたが、今度にまた参加します。ああ、了解了解。エクスプレスさん、久しぶりですね。いつでも自由に来てくださいね。お待ちしてますので。よし、ここまででいいかな。勝負マガレベル100になりました。とりあえずここまでで外壁が作っておいて、やっぱ外壁っ今日は21つ時ったらこかれらだちょっとよそのね。倉庫整理のお手伝いがあるので行ってきます。はい、半額了点、半解額で点。す。頑張ってきてください。倉庫整理。よし。こんな感じで。意外とね。意外とですよ、これ。あ、弓がない。やろうと思ったけど弓がなかった。狙える範囲が少ないけど、実用性がある。
あ、そうや、防具つきやがった。ディープストーン、これもちょっと集めてこないといけないんだよね、ディープストーンレンガ。これも意外とこの枠からね、撃てれるんだよね。あら、ちょっと待って、撃てれるよ、撃てれる。ちょっと、あ、撃てた。うん、ちょっと場所が借りられるけど、ちょっと昔当時この間から銃を撃ってたみたいな。撃てれる範囲借りられてるけど。 うん、ここはいいか。ここの間から敵が攻めてきたら、こっから銃を撃ったりとかね、矢を、矢じゃないな、槍をね突き出したりとかする穴。